なんとあのルディブリアム時計塔のノーマルにね行こうという話なんですけれども、じゃあせっかくなら装備を弱い装備で行こうじゃないかと。もう全てが初めてなんでワクワクしますね。え、横スクロールなんだ。しかもやっぱ曲はルディブリアムの。治療しなければならない。ちょっと待って。誰かが踊りになって回すという。おっ、ビシャスプラントを破壊しましょう。光が、久しぶり、あなたと共にあらんこと。2でお会いできるなんてね、感動の再会ですか。ビシャス喋るの？ HP 殲滅の光 2M ぐらい、殲滅の光。ちょっと待って。嘘でしょ。共にあらんこと。回復が遅い。嘘でしょ。ダメなのでしょうか。でもやっぱ殲滅の光、ちょっとかっこいいな。殲滅の光、やばいぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。なあ、こんにちは。こんにちは返してたら。殲滅の光。ね、こう壁登りもできるし。あ、安全だったりする？こんなバカなこともやったねなんてね、いずれ思い出して飾れると面白いですね。はい、もーす、抹茶でーす。いやー、台風が接近しておりますが、収録しておりますということでですね、今回はなんとあのルディブリアム時計塔のノーマルにね行こうという話なんですけれども、私ね結局エピッククエストでね行くときに撮っておいて行ったことないんですけれども、まあ、今回みんなで行こうっていう話が出たので、じゃあせっかくなら装備を弱い装備で行こうじゃないかという話になりまして、私はこれ撮っておいた初期装備ですね。で、防具は全部外して、ジェムも外して、まあ格好はいつも通りですけど、で今他のメンバーギルインさんたちも初期装備をいろいろと取り揃えてきてる新調中の最中ですね。ということで揃ったら行きましょう。ではちょっとジャンプしましょう。あ、これテッドも外した方がいいのかな。私レアだけど、でも戦闘力上がりますよね。一応消しときますか。は？なんで囚人服を着てきた？サバイバル生活みたい。チェイ。うひひ。はい、では装備が整ったので行きましょうか。どうなることやら。クリアできるかしら。ねえ、行きましょう。神様の祝福を。お、何？ロボットが時計塔を破壊しています。迷路なの？ロボットを倒して故障したゼンマイ装置をすべて除去しましょう。もうすべてが初めてなんで、ワクワクしますね。横スクロールなんだ。しかもやっぱ曲は、ルディブリアムの。治療しなければならない。ちょっと待って。ちょっと待って。やばい。痛い。これはやばい。殲滅の光。これはやばいぞ。ちょっと待って。殲滅の光。
ちょっと待って、これはナメプが過ぎたかもしれない。殲滅の光、神様のご加護。やばい、これはちょっと間違えたかもしれない。消えてください。これは倒せないぞ。殲滅の光、危険です。やばいやばいやばい、ご加護。はあ、誰かが踊りになって回すという。神様のご加護、なんという戦術。あなたと共にあらんこと。いや、これ門戦厳しいんじゃないか。治療しなければなりません。ちょっとご加護、光が。死ぬ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 。あなたと共にあらんこと。ご了承でいきましょう。え、道がわからない。こっち？なんか出っ張ってる部分と出っ張ってない部分があるのかな？え、通れない？通れない。こっち？え、しゃがむとかじゃないね。あ、いた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 。お、こっち？神様のご加護。いや、消えてください。神様のご加護。あ、犠牲が犠牲が。こっち、え、でかいのいるけど。はあ、もっと時計塔を調べてみましょう。レディオの家の時計塔に移動しましょう。あ、もう敵は倒さなくていいんだ、なんとか。おお、ビシャスプラントを破壊しましょう。光が、久しぶり。あなたと共にあらんこと。ビシャスプラントことパプラトゥスちゃん、あれ、一人どこ行っちゃった？帰ってこない。神様のご加護。一人待ちましょう。光が、あなたと共にあらんこと。一人ね、2PC なので、もう1アカウント持ってるんですけど、まさかそっちが先に来るとは。いやねー、ビシャスプラントは本当、メイプルストーリー1のお世話になったボスの、一番お世話になったボスかもしれないですね。こうやって2で。2でお会いできるなんてね、感動の再会ですか？次元のかけら持ってますか？それメイプルストーリー1の話。ね、入り口にね、メル置いて入ってね、もう開いてるっていう。平和な世界のために、天上の守護者よ、こちらへ。茶番。いや、それはそれで私好きですよ結構。え、これ何、これ、降りずに、え、ビシャス喋るの？落ちちゃった。え、落ちずに行けるわけ、どっか。え、落ちた仲間は放っておいて、あ、壁伝いもできる。え、すごい、どこまで行くの？あ、すごいすごい。メイプル1でもね、時計塔の最深部にね、ビシャスプラントがいましたからね。まあ、次元のかけらを使って召喚するんですけど、2はもともと湧いてましたね。すごいすごい。ちゃんと繋がってるんですね、道が。時間を支配する者が、世界を支配する。っていうか、普通に喋るんですね、こっちのビシャス。びっくり。しかもなんか、時計版が出るし。ご加護、殲滅の光。え、これ倒せる？神と共にあらんこと。
HP 殲滅の光 2M ぐらい助けるぞ殲滅の光あ、ちょっと待って嘘でしょこれはやばいかもしれない。神様のご加護、あ、お墓にあなたと共にあらんこと殲滅の光私のことに気をつけろよ殲滅の光すごい喋る嘘でしょ無慈悲にも強いぞめちゃくちゃ。あの危ない、レーザー切るすげえ。神様ご加護あのペットもねみんな封印してますので、光があなたと共にあらんこと回復が遅い、嘘でしょダメなのでしょうかびっくりだな。いやこれはちょっともうちょっとだけ武器持ってた方が、光が武器と防具持っといた方が良かったですね。いやこれ倒せないかもしれない、これノーマルですからね。殲滅の光うるさいだれ、頭が痛いだれ、何今の当たったら殲滅の光痛かった感じ。消えてください、殲滅の光消えてください。なんか落としてくる攻撃ってこと、はあ、すごい今はチャンス。いや消えてください、全然 HP が削れてませんけど。殲滅の光危なさあ神様ご加護、光がこれなんか思ってたのとちょっと、はあ、殲滅の光違う声ですね。消えてください、もうちょっとなんか高い声かと思ってた。神様ご加護、この文字盤は何なんだろう、何なんだろう、なんか乗ったらな これは厳しいかもしれない。神様のご加護、光があなたと共にあらんこと、天上の守護者よこちらへ。私の時計に気をつけろよ。ご加護、これ踏んだらなんかあるんですかね。あなたと共にあらんこと、神様のご加護。はあ、光があなたと共にあらんこと。メイプルは思いやす。でもやっぱ 3D なると違いますね。殲滅の光。はあ、何をして、ダメだ。はい。神様のご加護。いやーこれは厳しいですね。殲滅の光消えてください。あきらあきら、そう殲滅の光消えてください。何さっきのやつ、これ近づいても痛くない、ちょっと痛いぐらい。神様のご加護、殲滅の光、ここに神様の祝福を。これは大変だぞ。殲滅の光消えてください、消えてください。レーザー行くよ。神様のご加護、ちょっと簡単ですねこれは。あなたと共にあらんこと。はあ、EP が地面をちゃんと見て。これなんだろう、踏んだらなんか感電、ギルドミニゲームを行うことができます。あ、今日土曜日か。治療しなければ SP が足りません。なんかいろいろ状態異常が来るの、うん、嘘でしょドットダメージでやられてしまった。ペット出したらいけないかな、私のペットは弱いけど。レーザーいくよ。キャー、神様ご加護、殲滅の光、すごいっすね。殲滅の光、危ない。でもやっぱ殲滅の光ちょっとかっこいいな殲滅の光、あいついいや参りましたねこれはね。殲滅の光、ちょっと削れた、いやまだいい、 0.5 割。殲滅の光、ちゃんと見て。殲滅の光、これは踏まなきゃいいのかな。あいせい。
一発はきついな。あなたと共にあらんこと。消えてください、殲滅の光。はい、はい、はあ、消えてください、殲滅の光、消えてください。レーザー、ダメだ、ダメだ、いっただ、神様のご加護。治療しなければなりません。神様のご加護、光があなたと共にあらんこと。ここ、いや、カオスレイドはね、どんだけひどい、何なのでしょうか。どんだけ強いのか分かりませんけど、まだいけないので。でもね、ノーマルでもこんだけ調節すれば楽しめるってのはなかなか面白いですね。いったった、殲滅の光。いや、きついな、これ。しかもあそこの攻撃範囲なんでしょ。あなたと共にあらんこと。出が早いっていうレーザーの。さあ、殲滅の光。怖い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 。天井の守護者よ、こちらへ。あらら。消えてください。これ攻撃チャンスでいいのかな。殲滅の光。危ない。消えてください。回復は時間かかる。誤解で、はあ、殲滅の光、神と共にあらんことを。消えてください。殲滅の光、出してもらったんですけど、ちょっとはちょっとは削れるようになった。誤解で、殲滅の光、地面をちゃっと見て、殲滅の光。まあ、なんだあの円の範囲が攻撃範囲なのかな。殲滅の光、やばい、やばいぞ。光があなたと共にあらんこと。あれ、コンティニューって何回でもできる、できるの。殲滅の光、ちょっとずつではありますが、消えてください。削れてますね。殲滅の光、生命時間がないから頑張れば。殲滅の光、神様、消えてください。なんだかんだ2割削れましたかね。かわせたな今のは。あれ、でも何回でも復活すぎる。殲滅の光、ほんと、もう何の死んだかわからないっていう。殲滅の光、まさかと思いますけど、倒したら第2形態になるとかないですよね。メイプル1では、ね、上の操縦席だけ外れて動いたりしましたけど。みんな、殲滅の光、さあ消えてください。殲滅の光、殲滅の光、消えてください。怖い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 。殲滅の光、殲滅の光、 SP が必要です。うわ、パンパンは痛いですね。やちょっとちょっとなんかふざけてる感じの声に来る。殲滅の光、もうお墓がどんどん落ちてくる。殲滅の光、消えてください。私の壁に気をつけろよ。危な、危なっていうか、何名かお亡くなりになりましたが。やっ、チェイ、危な。あ、待って、 SP が、 SP がない、 SP があなたと共にあらんこと。 SP 封印とかにあった。こんにちは、こんにちは、こんにちは、やっ、こんにちは、こんにちは、返してたら。挨拶を返したら、ワンパン食らうっていう。あ、待って、また食らっちゃった。光があなたと共にあらんこと。そう、なんか治療しなければなりません。ちょっと待って、画面の話した。そのね、メイプル1でもありましたけど、なんか爆弾みたいな雑魚敵が湧くんですかね。あなたと共にあらんこと。カオスレードの方だとね、殲滅の光、マークらしいですけど、ノーマルはどうなんでしょう。いいですね。もう時々、エモーションやめて、すぐ返したくなっちゃうから。殲滅の光、イエーイ、殲滅の光、危な、
った。こう踏んじゃうと消えてください。ビリビリするのかな。殲滅の光爆発するよ。何が？何？とりあえず逃げれば良さそう。やっぱ HP が減ってくると何かしてくるんですかね。神様の祝福を消えてください。やっとさ、こっちだった。くそー、こっちの方向もあるのね。あ、ダークスター、爆弾じゃん。え、これ爆発する感じ。かわいいよ。あなたと共にあらんこと。普通に爆発するのかな、あれは。消えてください。じゃあまあメイプル1と同じ感じなのかな。近づいたら爆発するんですかね。どうなんでしょう。神様のご加護だった。あ、そういうのないのかな。割とすぐ爆発する。はあ、神と共にあらんこと。ゾウ、やあ、殲滅の光消えてください。どんどんお墓になっていく。はあ、殲滅の光、やばい。はあ、殲滅の光。あ、でも耐えられる。こっちは気絶しちゃうのか。え、かわいいな。神様のご加護お墓がどんどん殲滅の光。はあ、消えてください。やばい、しゃーい。3500、耐えられるわけがない。天井の守護者よ、こちらへ。と、はあ、殲滅の光。はあ、今ので、殲滅の光を召喚する。消えてください。なんか殲滅の光、あのね、メイプル1だと殲滅の光、あの敵が2種類2種類いて、ね、上段と下段でね、ダメージが違うんですよね。消えてください。これは走ってればいいのかな。いいですね。イエーイ、いいですね。殲滅の光。そう、普通に歩いてる今思ったけど。殲滅の光。あれ、足なんてついてたっけな、メイプル1で。消えてください。足あったっけな。でも近づいてきたからあったのかな。どうなんだろう。いや、殲滅の光、殲滅の光。なんだかんだ4割削りましたね。頑張っ。カメなのでしょうか。もう完全にゾンビアタックですけど。聖なる存在よ、危ない。いや、消えてください。殲滅の光。もうレーザー大好きね。まあレーザーはね、なんかボス戦のボスのロマンのところありますよね。殲滅の光、殲滅の光、殲滅の光。いや、そう、殲滅の光、消えてください。いや、殲滅の光。いやーが割とちょっと軽いっていう。殲滅の光、殲滅の光。ダークスターが生き残ってる。いやと思ったら爆発した。殲滅の光。危ない。神様の祝福を。殲滅の光、殲滅の光、殲滅の光。消えてください。ダークスター爆発する前に倒せば爆発しないみたいなあるんですかね。ちょっと火力低すぎて試せませんけど。消えてください。爆発するよ。殲滅の光、治療しなければなりません。危ないですか。 あそこ中にずっといると継続的にダメージ受けるんですね。消えてください。はあ、は、殲滅の光。でも殲滅の光、大丈夫。ちゃんと攻撃範囲がね、円とかで示されるのは、消えてください。ちょっと優しさではありますよね、やっぱね。殲滅の光。あら、ピヨった。ちょっ、ダイー、あ、左に逃げちゃダメだな。右に逃げないとダメかな。行くよ、危険です。危な。あ、
回復が。神様のご加護、殲滅の光。エレザー、レーザーは真正面しか撃ってこなくなりましたね。殲滅の光、ああ神と共にあらんことを。消えてください。イエバフが消えた。殲滅の光、消えてください。殲滅の光、アイセイク。あれ、あと1ゲーム、え、2ゲームちょっとあったんでしたっけ。行くよ。あ、危ない危ない。はあ、いや、なあ、ピヨったよ。あ、行った。いや、回復してあげられなかった。助けるぞ。殲滅の光、はい、いや、今のはダメだな。神様のご加護。ちょっと待って、ちょっと待って、もう一発食らったらアウトなんだから。あれ危ない、もう中入ったらほぼ即死だと思わないと。あ、落ちるんだ普通に、マップ外に。殲滅の光、上がって。いいや。ダメなのでしょうか。みんな、みんな。神様のご加護。ね、普通にこう落下するんですね。殲滅の光、消えてください。はあ。殲滅の光。殲滅の光。ね、こう壁登りもできるし。あ、安全だったりする？はあ、ダメでしたね。いや、まあね、台風のね、来る夜に何やってんだって話ですけど、これもまたいい思い出ですね。メイキングストーリーの、なんだこれ、新しい攻撃。殲滅の光、回復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 。さっきやってきた攻撃とは違う。殲滅の光、お亡くなり。殲滅の光、消えてください。神様のご加護、ここに。結構長い祝福を。殲滅の光、はあ、殲滅の光、危ない。ギリは合わせるか。殲滅の光、ちょっとでも、ちょっとでも休みしたらほら。いや、シビア、シビア、なかなか。でも面白い。神様のご加護。アラームの時間だ。アラームの時間だよ。めっちゃ喋るね。メイクストーリー2はね、あなたと共にあらんこと。確か、もともとボイスが、な、何キャラでしたっけ、ね、結構入ってるっつって。殲滅の光。って言ってたのでね。光が。いや、またなんかボイスがつくと、印象変わりますね。消えてください。てか、なんだかんだ、あと1割。殲滅の光、消えてください。殲滅の光。完全にゾンビプレイですけど。殲滅の光。こんなことも、こんなバカなこともやったねなんてね、いずれ思い出して語れると面白いですね。殲滅の光、変な話ね、みんなを、みんなそれぞれ、人それぞれを、人の環境はね、変わっていきますからね。こんなこと殲滅の光できなくなっていきますもんね、そのうちね。勝てる、勝てるぞ。あなたと共にあらんこと。おー、この油断した瞬間が一番なんか来ちゃったりする。時間だよ。ご加護、消えてください。殲滅の光、神様ご加護、治療しなければなりません。危ない、ダメだった。聖なる存在よ、神と共にあらんことを。消えてください。もう落石注意ですね。落石つか、落歯車つか。あなたと共にあらんこと。カオスゲートの方はね、どんな攻撃をしてくるんですかね。殲滅の光、あ、もうなくなりました。殲滅の光、あぶな。この
後半になってからまた忘れたようにみんなが忘れた頃にこの別パターンのレーザーを打ってくれていやらしいですね。殲滅の光、いけるか、いけるか、殲滅の光、あぶじゃしゅうさん発掘した、イエーイ、お疲れ様、私の実績が、あ、そうだ、普通に第二形態なんなかったですね。神様のご加護、どっか逃げてたのかな、ご加護、本当あれ第何回は接触ダメージで一発アウトな第二形態はどこ行っちゃったのか、ねえしゃがんでね回避して2回目は木曜日に確かに木曜ダンジョンで上だけ戦いますね。それで味方がノックバックしてちょっと下に沈んだところで接触しちゃってダメージを受けるというメイプル1やってる人にしかちょっと分かんないかもしれないですけどね。えいやお疲れ様でした。第二形態はなかったですねいい思い出ができました。ということで今回はこの辺にいたしましょう。32分だって、いやー良き思い出、ほんとお疲れ様でした。まあこんなのもいいんじゃないですかね。ではでは、なんだっけ、ギルドお茶っ葉の愉快な仲間たちと抹茶でした。バイバーイ、お疲れ様、まだ早い、あカオスレイのミッションですね。そうですね。カオスレイドのミシャスで同じことができる日を目指しましょう。そうですね。目標は高くいきましょう。またね、なんかね、カオスレイド、ミシャスがノーマル実装されたり、ね、他のデボラク、モクがノーマル、ちょっと優しくなったりするのかなかもしれないので、もしかしたらワンチャンあるかもしれないですね。というか、倒しましょう。打倒、デボラク、モク、ミシャスでいきましょう。ね、ビシャスプラントをいつかペットにしたい。ではさようなら。